北津美区は中華人民共和国古北多省武漢市に位置する四角区。武漢市の中心部の北にあり、南北 104km、東西 55km の範囲に広がり、武漢市域の北方を占めている。北は大別山無役南北の丘陵で、区の南部は長江に面子高校、武庫など大小の故障の多い平野になっており、武漢北高の農村地帯でもある。区内には、 長江の支流、境川や水が流れ、水は区を南北に貫いている。木筒見市街は、水に面している。木筒見区北部には、武漢市で最も高い山である双宝山及び、木蘭山がある。木蘭山は、中国の様々な伝承文芸に登場する武人、木蘭の故郷とされる。木蘭山とその周辺は、国家地質公園に、双宝山の木蘭天地風景区は、 国家森林公園に指定されており、木筒み区政府が観光地としての整備を進めている。木筒み県庁の東の露台山には、双方堤という楼閣が建つ。この建物は、総代の学者で、木筒美出身のほど、音外と,と抵抗を記念して建てられた。武漢天河国際空港は、区の南西で、武漢市街に近い天河街道にある。木筒み区内では、 陰の長江流域における都市遺跡である万流城遺跡も発掘されており、古代から文明が栄えた地であることが伺える。春秋時代にはこの周辺は帰国の一部であったが、その西欧の時代に諏訪江の一部となっている。真に諏訪江が四つの軍に分割された際には南軍に属した。木包県が置かれたのは北州の大蔵元年であった。 中華人民共和国成立当時は木筒見県は交換制委員公所の管轄下であったが、最終的には1983年10月に武漢市の一部となった。1998年9月15日に木筒見県は廃止され、木筒見区となった。ありがとうございます。